こんにちは。こんにちは。今日は、視聴者さんに質問をね、応募して、みなこさんにちょっと答えてもらうという企画なんですけど、はい、まあ、第2弾なのかな。そうだね、質問コーナー前もやったことあるね、うん、はい、今回もね、たくさんの質問が来てて、うん、ちょっとみなこさんに答えてもらいながら、いろいろお話聞きたいなと思ってます、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速行きましょう。はい、 B わらさん、 B わらさん、ありがとうございます。みなこさん、最近二重にされてとっても似合ってます。お、他にやりたい美容に関する施術などはありますか。二重やって本当に大満足。ここからまだまだ落ち着いていくということで、まだすごい楽しみなんだけど、本当にね、ずっと子育てしかやってこなくて、美容とかも全然疎いし、遊び方とかもよくわからないしとかっていう、世間知らずは世間知らずなの。だから美容に関してどんな施術があるのかっていうのすらあんまり知らないから、どんなことがしたいかっていうより、どんなものがあるんだろう、どんな風になるんだろうっていうのをまず知りたいよね。だけど私やっぱ気になってるのは、40になってこの下のたるみとかクマみたいなところがすごい気になるし、ここもたるんでるなとか、でも気にしだしたらキリがないわけよ。だからそれを受け入れて、それを楽しむっていうのとの塩梅をちょっとどこら辺にしていこうかっていうのだよね、今後のテーマはね。でもいろいろ気になってはいます。ちなみにコンプレックスあるんですか。コンプレックス、太ってることぐらいだよどうにかなるよそれは。だから別にそこまでまあでも自分のここやだわっていうより、 あの人のあそこ綺麗だな、鼻がすごい綺麗だなとか、自分もちょっとああいう風だったらいいなとか思うけど、別に自分のここ大嫌いなんだよってとこないのよ。ももさん、はい、ももさん、ありがとうございます。みなこさんはいつもどこで洋服買ってますか。はい、お気に入りの店とかあれば知りたいです。洋服とかは基本的に私あんまり高級なお洋服を持っていなくて、なぜならば痩せるから今はね、まだちょっと仮の姿なの。そう、仮の姿だから、本来の姿になったらちょっとお高い服とかね買って、いいものを長く着続けるっていうことをしたいなとは思っているんですが、今仮の姿なんで結構基本プチプラのものしか買いません。島村とかアベールさんとか、あとこれはシーンです。シーンとかアベルさんとか島村、あとユニクロとかも大好き。あ、下のパンツはユニクロです。基本的にね、安いものが好きなの。多分本来の姿になっても安いものを買うんだろうね。ジーパンですか。そう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 、スパッツかと思ってました。あ、スパッツだと思ったフィットしすぎてフィットネスのさ、パッツの姿の方とか最近見るでしょ。細い女性のかっこいい感じの、ね、かっこいい感じの、そういうタイプのやつじゃないかねレギパンみたいなこと。でもやっぱ基本的にそういったものが好きかな。形はね、普通じゃないのが好き。こういういろんな柄が入ってるとか、形がなんか足ねとか好き。マールさん、マールさん、ありがとうございます。生まれ変わったらやってみたい仕事は何ですか。お医者さん、外科医にすごいなりたい。私甲状腺の手術とかしてるじゃない。やっぱりさ、自分が病気して治してもらって、かっこいいな、素敵だな、ありがたいな、やっぱ感謝の気持ちだよね。すごくありがとうございますっていう感謝の気持ちがすごかったから、やっぱりそういう人から感謝してもらえるような仕事、人を助けるお仕事はすごいなと思うし、あとは弁護士さんとかかっこいいなと思う、すごく思います。斉藤彩香さん、はい、斉藤彩香さん、ありがとうございます。みなこさんは視聴者さんの方に何て呼ばれたいですか。なんて呼ばれたい。本当に好きに呼んでもらって嬉しいんだけど、結構みなちゃんって呼ばれると嬉しいな。前回あれだよね、ファンマークとかさ、ファンネームとかさ決めたいね。あったらいいよねって思うよね。基本みなこさんって皆さんコメントを書かれるんですよね。そうだよね、みなこさんって書いてある、うん、ちょっとなんかよそよそしいからみなちゃんがいいな。じゃあみなちゃんでお願いします。ペンネームキャンさん、キャンさん、ありがとうございます。お見かけした時に声をかけられるのは嫌ではないですか。声をかけてもらえるのは非常に嬉しいです。ただすっごいすっぴんで無防備な状態でかけられるとびっくりするよ。よく気づいてくれたなってびっくりはするけど、でも基本的に声かけてもらえるのってとっても嬉しいなって思う。テレビに出始めた頃に、10年前だよね、知り合いじゃない方に自分の名前を知ってもらって、
話しかけてもらえて応援してるよって言ってもらえるってすごいことだなと思ったのね、うん、すごいありがたいことだなと思って、もう基本的に本当にそうやって話しかけてもらえる方は嬉しいということは、飛び蹴りぐらいまでは OK ってことでいい？あ、全然いいよ全然私は耐久性あるからまあなんかそのロケで撮影中でも全然話しかけて、ね、そう、全然話しかけてくだされば、うん、もう全然写真とかね、うん、撮りたいし全然気にしないです、はい、もう商店街ロケとかね、いろいろ街ぶらだったりとかいろんなことをね、ここから暖かくなるからしていきたいなと思ってるので、うん、見かけたら声かけてください。リリンさん、リリンさんありがとうございます。みなこさんが作る料理食べたくなります。お、嬉しい。本出す予定ありますか？出たら即買いたいです。あ、嬉しいです、ありがとうございます。ふわっとスタッフさんと出したいねっていう話をしてたりするんだけど、今はまだ明確にそのね決まってはいないですが、ちょっと今年はその計画も進めたいなと思ってます。何品ぐらいあれば本として成立するんですかね。例えば今までやったもの、うんうんうん、つったらもう200とか超えちゃうから、うん、でもやりたいよね。だからさ、それを全部やるんじゃなくてボリューム1みたいな、何パターンかにいろいろ変えて、うん、途中でその家族とのわちゃわちゃの、あの写真とかも入れたりとかして、料理自体は10品とか15品とかで2、3とかやっていけばいいんじゃない。 Kさん、Kさんありがとうございます。もし明日地球が滅亡するなら何をしますか。明日今のもうアリガネ全部使ってめちゃくちゃ美味しいものみんなで食べて、全員で家の中ですごいずっと喋って遊ぶ、超食べたいものばっかり集めたりとか、超やりたいことばっかりあれして、もしかしたら明日だったら、もしかしたら明日だったら、じゃあ全財産は使わん10万残しぐらいにもうちょっと残せよ明日地球が滅亡すると、うん、もしかしたら明日地球が滅亡する、うん、もしかしたら明日地球が滅亡するの3番目よ。オッケーオッケー。ああ、でもしかしたらって言ったら、あ、そうだな。じゃあ、3分の、私はかける。全スパイク？はい。いいですね、らしくていいな。うん、シューマヤさん、シューマヤさんありがとうございます、うん、私はこの前好きな人に告白を手紙でしたら振られちゃいました。あら、うん、でも私は付き合えるまで頑張ります、うん、好きな人に恋をして2月24日で87日です、うん、これから好きな人に付き合おうって言われるように頑張りたいので、うん、応援のメッセージをお願いしますと。あー、素敵だね。本当にね、その頑張るとか好きな人に私を見てほしいっていう気持ちがあればどんどん可愛くなるから、本当にね、人って恋をすると可愛くなるっていうよく言うけど、やっぱそうなんだよね。子供たちもさ、わかるもんね。なんか今ちょっと好きな子いるのかなとかさ、仕草とか、なんか見てるものとか、興味のあるものとかでやっぱ変わってきたり、お化粧に興味があるとか、仕草とかも全然女の子らしくなるとかさ。だから本当にどんどん、絶対どん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 可愛くなるし、もしその子、じゃなくてもいっぱいあなたのことを好きって言ってくれる人は全然いるからね。頑張ってね、応援してます、新まやちゃん。やなさん、はい、やなさんありがとうございます。40代になって挑戦したいことはありますか。やっぱその美とかを追求していきたいっていうか、髪型とかさ、おしゃれとかしてみたいね。今までは服を決めるにもテーマが子供と走り回れるとか、おんぶしてもかさばらない服とか、自転車に乗っても巻き込まない服とか、そういうのをテーマで服を買ってたりとかしたんだけど、もう小雪4歳とかね、おんぶもそうそうしないし、まあ自転車は乗るけど、自転車の時に別の服でいいじゃん。なんかもうちょっと美容とかおしゃれとかそういうのに気をつけていきたいし、あとなんか趣味を増やしたい。ピアノとかももっとやりたいし、いろんなことに挑戦したいよね。つまみ食いの名手だからでもいいのよそれで。なんかさ、思っててもさ、手出さないよりは出した方がいいじゃん。手出してさ、あーこれちょっとちげえわと思ったらやめりゃいいな。で、これだって思うものに出会ったってことをやればいいだけで、私ちゃんとピアノ続けてんだよ、ずっと。今もすごいでしょ。大人になってからエリーゼのためにを練習してんだから。エッグチーズバナナさん、エッグチーズバナナさん、ありがとうございます。美味しそうだね。
一日家族の中で入れ替われるとしたら誰になりたいですか？しひとくんかな。私は主に母親、子供時代は経験ある。家族の中で経験したことないのってお父さんなのよ。だからお父さんとして外で朝から晩まで働いて帰ってきて子供が寝てる間しか会わないとか、そういうの経験したことねえなって思うね。家族のために働くって今働いてはいるけど仕事だけなわけじゃないじゃん。母もやり家事もやり育児もやり、どれかをガッてやってるわけじゃなくて全部なんか平等にちょっとずつやってるわけだから、ちょっとお父さんっていうのを経験してみたいな。ユンさん、はい、ユンさんありがとうございます。みなこさん、つけたかったけどつけなかった子供の名前はありますか？一番最初のシオンの時は当時読んでた漫画の中からそのシオンっていう名前の子が出てたからなんだけど、アリスちゃんって子も出てたのよ。でアリスちゃんっていうのもあ可愛いなと思ってたし、キララの時は男の子の名前で、ここにあちょっと忘れちゃった、忘れちゃったね。でもアリスちゃんはね可愛いなと思ってた。くまちゃんさん、はい、みなこさん、いろいろ嫌になったりイライラすることありませんか？その時はどうしますか？一日ゆっくりしたいと思いませんか？ありますあります。たまに疲れてる時とかなんかあもうめんどくさいの嫌だなって家事とか思うと、もうお弁当買いに行って夜ご飯作らないし、あめんどくさい、ちょっとなんか疲れた、めんどくさいって言ったらなんか静かに、やっぱりすごい騒がしいじゃん。だからあーもうやだと思ったらちょっと買い物行っちゃおうかなとか言って、おちびず連れてったりとか して、その場から一旦違う空気に変える。買い物行っちゃえばもう私忘れてんの、さっきまでの気持ち。一回リフレッシュして買い物行ったりとか、買い物好きだから。あと例えばジムに行ってみるとかさ、乾燥機でもいいんだ、何でもいい、嫌だなと思ったところから一回ちょっと変えてみると全然復活するんで、トイレに10分こもるとかでもいい。お風呂に入るっていうのも最近好きだな、その手段として使ってる。まるさん、まるさんありがとうございます。子供たち成人して子育て落ち着いたら何が一番したいですか？だから何年後なんですかね今。まあ15年後ぐらい。小雪がもう今年で5歳になるから15年後で、55歳か。はい、55歳。55歳の私何をしたいか、バスツアーとか行きたい。あれじゃん、いろんななんかバスに乗ってさ、いろんなとこ食べ放題回ったりとか、なんか観光してあれするっていう、そういうバスツアーとか。あとね、私大型犬が飼いたいのよ。大型犬を飼ってキャンピングカーでキャンプしながらいろんなとこ行きたい。ソロキャンみたいなやつとかも今でも憧れてるし、まーちゃんとね、15年後まーちゃんもいるよね。ここに今まーちゃんいるからね。あここはずっと太ってるわけじゃないからかなと思って。違うよ、旅 YouTuber みたいなさ、あるじゃない。そういうのしたいよ。試合も出てみたい。痩せたらだってキックボクシングの試合とかも出れるじゃん。だからそのキックボクシングの試合も一回やってみたい。松原えり子さん、松原えり子さんありがとうございます。家族の中で一番面白い人は誰ですか？いやそれ一番決めらんないよな。一番決めらんないけど小雪はなんかちょっと面白いね。小雪はなんだろうな、面白いというか人を笑わせるのが好きだから、笑ってもらうことで自分が喜んでいるから一生懸命笑わそうとするのよ。変な顔をしてみたり変なことを言ってみたりとか、だからなんか面白いよね。他の子は天然な部分で面白い部分もいっぱいあるのだけど、小雪は笑わせようと頑張ってる。それが面白い。上のチームはちょっと心配になるぐらいの天然が多いから。そうなのよ、上のチームはね心配な天然。だって突っ込みたくなっちゃうんですよ、すぐ。普段もそうだけど、耐えられるもん。耐えられない。飲めると、ライムの時が結構やばいから。そう、あでもライムもだいぶ天然だからね。皆さんお気づきでないんですよ。そうだよね、しっかりしてると多分思ってらっしゃると思いますが、ライムちゃんってね結構アホよね。ダントツじゃないですか、天然の部分もそうだし、意外と一番ひょうきんだよね。一番喋りますからね多分。そこはちょっとなんか消化できないのはちょっと惜しいところですよ。そうですね。見せたい、隠しカメラしたい。でも後から怒られる。後から怒られるからやめろって言われる。あいかさん、あいかさんありがとうございます。
ちょっと今回の質問と違うんですけどね、はい、これから出産をする方や育児中の方へ、はい、たくさん子育てをされた美奈子さんから心得やアドバイスをくださいと。まあそんななんかアドバイスとか大それたことは言えないけれど、8人育ててきてやっぱり私から生まれてるのにみんな一緒じゃないのよ。その子その子で全然違うし、生きている時代によっても全然違ったりとかするじゃない。楽しいこともあれば大変なことも正直いっぱいあったし、これからもいっぱい大変なことは起こるであろうけど、全部過去を振り返ると楽しかったな、あんなこともあったなってニコニコしながら話ができるから、今現在ねちょっと悩んだったりとか辛いこととかあったとしても、それを楽しもうって思って育児するといいのかもしれないと思ってる。将来絶対にニコニコしながらあの時はああだったねって話せる時が来るからと思います。ペンネームペンタペンタさん、ペンタペンタさんありがとうございます。10年前のテレビ番組の時と比べて、はい、今はすごく穏やかに見えるようになったんですが、美奈子さん自身でも穏やかな気持ちになったと感じますか？基本的な部分はそんなに変わってはいないなと思う。昔もこういう美奈子いたし、今のような美奈子はいたし、今もあの時のような美奈子はたまにいるし、だから基本的には全然変わってないんだけど、まあ年は10年重ねてるから、まあ、大人にはなったなって、我慢強くはなったなって自分では思う時あるよ。夜食のチャーさん、夜食のチャーさんありがとうございます。大家族で一番大変だなと思ったことは何ですか？単純にその光熱費だったりとか生活費だったりとか、その金額は上がるじゃない。でそこはもちろん大変なんだけど、私地味に嫌なのが、何回変えてもシャンプーとか柔軟剤とか詰め替えても詰め替えてもない。トイレットペーパーも私入るたんびにロール変えてるし、人が多いぞと思いながら変えてる。本当にね、そういう名もなき家事が結構頻繁にあるかも。大家族は洗剤を詰め替えるとかたまに寄せやってくれるもんね。多くないだってなんかやるの ね、 ね、トイレもだってティッシュたまに変えてますよ。ほんと私も変えてんのよ。だからそれでも変えるってことはやっぱ人多いからだよね。ミロンさん、ミナコファミリーの皆様、いつも楽しい動画をありがとう。ミナちゃんに質問、子供をたくさん産んでよかったと思ったことは何ですか？はい、ピロンさんありがとうございます。子供をたくさん産んでよかったと思うのは、やっぱり私は結構寂しがり屋なんですよね。なのでみんなでわちゃわちゃやるのも大好きだし、なんか仲間がこんだけいるんだと思えるのがすごく安心するというか、仲間なんだよね私にとって子供は。だからすごく仲間がいっぱいいて嬉しいな。毎日が楽しい。いろんなことはありますけどね、でも楽しいです。無人島に1週間一人ぼっちとかどうすか？一人暮らしもしたことないし、ロケで地方とか行って一人で寝泊まりするっていうのも最高、本当に2泊とか3泊ぐらいが本当に最高なのよ。だから1週間私自身が耐えられるのかっていうのは不安だよね、で、そもそも無人島なわけでしょ。スタッフさんもいたとしてもいないです。いないのですか？絶対ないです。いないのですね。いやもうそれはあれだけど、体験はしてみたいよね。その自分がどうなるのか、自分がどういう感情になるのかっていうのはやっぱ興味ある。寂しくて倒れちゃうんじゃないですか、うん、お腹すいたとかじゃなくて。うさぎだからさすがヒーさん、はい、ヒーさんありがとうございます。子供たちの中で一番手がかかったのは誰ですか？また一番手がかからなかったのも教えてください。小さい時一番手かかったのは、どうだろうな、まあこうやってね、まだ小雪とかゆずとか、まあ小さいからあれだけど、やっぱシオンとライム？はライム。意外なんだけどライムなんだよね。ライムは小さい頃、まあ年子の上ってこともあって、多分ちょっとジェラシーの部分とかたくさんあったと思うんだ、ヒスにね。だからそこをなんかうまく汲み取ってあげないと、アピールの仕方を間違えちゃってて、ふてくされるとか、わざとなんか怒らせるようなことしたりとか、怒ってブンブンブンってどっか行っちゃうとか、結構出かけてるとよくあって、ちょっと大変だったりとかあったね。出かけてるとあるんだよね。そう、結構出かけてたりとかするとあるある。で逆にそのちっちゃい頃めちゃくちゃ手かからなかったのはキララとかかな、
ゆずもそんなに手かかんない気がするな、うん、あでも今あの大人になってから、ね、ライムなんか全然手かからないしさ、いや面白いよね。キムクルミさん、はい、キムクルミさんありがとうございます。今までに一番辛かったことと嬉しかったことは？私40歳になったのね。そうだからね、40歳になって今まで辛かったこと、今まで一番楽しかったこと、一番っていうのがすごい決めるの難しいんだけど、辛かったこと基本的に私は次の日忘れてるから、だから全然覚えてない。でもよーく思い出せば、あんなこともあったな、こんなこともあったな、まあいいかみたいになっちゃうから、多分変換してっちゃうのよ。その時はその時で辛かったんだろうけど、まああんなこともあったな、ハッハってなっちゃうから、今考えても辛かったなって思うことってないかも。で、嬉しかったことはやっぱり私、楽しかった出来事も結構忘れやすいのね。なんだけどやっぱり鮮明に覚えてるのは、子供たちが生まれた瞬間っていうかは、全員やっぱり あの時ああだったな、こうだったなっていうのは覚えてるから、生まれてくれた時の瞬間かな。みんなが8回ありますもんね。ね、8回ある、うん、また孫が生まれる瞬間もさ、そう、孫が生まれる瞬間も立ち会えたじゃない。なかなか立ち会えることはないじゃん、普通はね。また自分が体験してきたことを客観的に見るっていうのはまた全然違ったね。あーと思って、頑張ってあげたいと思ったもん。痛み全然弱いけどさ、痛み多分乗るのが強いよ。叫んでなかったもんね、私。ダメだーとか言ってダメ無理ずっと叫んでるからね。ちびぶたさん、はい、ちびぶたさんありがとうございます。みなこママ毎日ご苦労様です。ありがとうございます。ママ辞めたいなと思ったことありますか？あるよ、ある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 、全然あるよ。やっぱり私は16歳っていうね、若くして母親を始めたんだけど、周りはまだ高校生で、カラオケ行ってる、バイト代貯めて遊びに行ってる、なんか羨ましいなって思っちゃってた時期もすっごいある。で、大学生になってって、みんな大学楽しんでて、海外旅行行ってきたんだとか、あ、いいな、私海外なんて行ったことないなとか、子供産んでなくて私も大学生だったらこうだったのかなって考えてしまうことはいっぱいあったね。まだだからそれはちょっとやめたいなっていうよりは、もしこうだったらどうだったのかなって考えるってことかな。パラレルワールド的な。そう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 。だからまあもうやめたいみたいな感じではないかもしれないけどね。でも想像は何度もしたことがある。でも結果的に、あ、でもいなきゃやだなって思うけどね。いなきゃやだなと思って、その人たちが若い頃に海外旅行行って楽しかったこと、私はじゃあ子供たちが大きくなったらやろうって思って、うん、でまだね、海外は行けてないし、行きたいとことかもね、あんまり行けてないけど、子供たちが大きくなってから行ったりとかできるから良いですね。たけのこママさん、たけのこママさんありがとうございます。今までに幸せなことや子供たちに言われて幸せな言葉は何ですか？最近よくゆずこゆがね、ママ産んでくれてありがとうってなんかひょんなとこで言ってくれるの。パッと思い出して、あ、今ママに言おうみたいな感じで、お誕生日だからこれ言おうとって用意した言葉じゃなくて、普通に遊んでて、あ、ママ産んでくれてありがとうって言われるときはすごい嬉しいな。やっぱり今自分が幸せだから、産んでもらったことに今感謝してんだって思うと、あ、なんかそれってすごい嬉しいなって思うし、あと上の子たちがなんかまあインタビューとかね受けてて、昔の話をするときに、昔他のお母さんとは違うところはなんか本当に一緒になって遊んでくれてたんだよって子供に褒めてもらったときにめちゃくちゃ嬉しいなと思う。じゃあ最後に、はい、今質問を受けてくれた子はみんな聞いてるんですけど、はい、みなこさんにとって家族とは何でしょうか？なくてはならないもの。想像つかないよね、いない時が想像つかない。でも私は家族がいたからこんなに強くなれたし、家族がいたから頑張れてるし、家族がいたから多分今生きてるし、うん、命の恩人みたいな感じかな、ね、うん。というわけで、はい、質問コーナーだったんですけど、どうでしたか？いろんな質問ありましたけど、改めて自分でもさあーって考える時間がいただけたなと思って、やっぱ改めて家族って大事だなって思えたし、こうやってこんなにたくさんの方が質問をね書いてくれたっていうのが本当に感謝です。ありがとうございます。
というわけで、みなこの質問コーナーでございました。ありがとうございました。またねー。